昨日、一昨日と、妻が、リハビリに付き合ってくれたんですけど、話してて感じたのが、改めて、やっぱ妻は、寛容で、すごい人間だなって思いましたね。でもあまりそういう自覚はないところもなかなか手前味噌なコメントですけど、立派な自分にはもったいない妻だなと感じましたね。どういうところがっていう。いうところなんですけど、まずシンプルに生きるっていうことの言葉では簡単なんですけど、なかなかそれを体現しようと思うと難しいですよね。いろんな情報も入ってきますし、生きてるだけでいろんなことが起きますよね。自分自身にも自分の周りにも、そういった時に、そういった時ですらシンプルに物事を捉えて、小難しく考えず、私はどちらかというと自分自身にも社会に対しても未来に対してもこうあるべきなんじゃないかだとか、思考を巡らしてしまうたちなんですけど、置かれたところで咲きなさいという妻の座右の銘が彼女をそうさせてるんでしょうけど、私にはなかなか難しい。今後できるようになりたいとは思いますけど、そうありたいなとは思います。いろんなことがあっても何が大事でそうでないのか、ちょっと自分にはこうあらねばならぬだとか、まあ、外部に対してもこうあるべきだとか、そういうマインドが強すぎるのも厄介ですよね。何事もバランスですね。そう思っても古いにかけて何が大事で
そうでないのか見極めて、妻から学ぶことは多いです。ちょっと5分程度じっとしてただけで寒くなりました。でも雪が溶けて歩きやすくなりました。こういう土っていうか芝生になるのかな、こういうクッションの上を歩くのは気持ちいいですね。少し話は変わりますけど、プロ野球の落合選手っているじゃないですか。まあ私昭和の生まれなんで、落合監督っていうより、まあ、落合選手の印象が強いんですけど、まあ日本のプロ野球で最初に年俸1億円を超えた選手として、何度も三冠王を取られた選手なんですけど、あの方が何かのトーク番組でおっしゃられてたのが今ふっと思い出したんですけど、あの方ってバッティングコーチの言うことは全然聞かなかったそうですね。まあ実際は聞いてたんでしょうけど、言われた通りにはしなかったそうです。で、その上でバンバンと結果を出すもんですから、まあ、コーチとしては立場がないですよね。もっとこうしたらいいんじゃないかだとかアドバイスをするのがバッティングコーチの立場なんですけど、それはまあ実践あまり取り入れられなかったと、まあ、自己流で何度も何年も三冠を成し遂げた。で、どうしてかという問いに対して落合選手こうおっしゃったんですよね。いろんな人の話は聞きますと、いろんな選手コーチいろんな方の話は聞きますけれども、その中で自分の中でふるいにかける、つまり落合選手の信念としては、信念というか理屈で言うと、
打てないやつが打てるようになるにはどうしたらいいですかと聞いたところでどうにもならないと。それよりもいろんな選手から何をしたら打てなくなりますかということを聞く。するといろんな意見が聞ける。これをやっちゃったら打てなくなったらとか、それを片っ端からなくしていったそうなんですよね、自分の中から。それを、消去法ですね、いろんな意見の中でふるいにかけて、あ、これこういうこともおっしゃってたなと、じゃあこれはしないようにしようだとか、これをやったら打てなくなるというたくさんの意見を自分の中で咀嚼して、自分流のトレーニングを積んで、その打てなくなる理由を一つずつ潰していくという、すると結果的に打てるようになる、すごく理にかなってるなと。このエピソードって何も野球に限った話じゃないと思うんですよね。いろんなジャンルでもそういう考え方って有効だと思うんですね。何をしたらこの商品は売れるのかと、ちょっと答えがすぐには出なさそうな事柄も、何をしたらこの商品は売れないか、そう考える方がまだ考えやすいですよね。これは絶対しちゃダメ、つまり何事もこれは絶対ダメという、いろんな人の話を聞いて自分の中で腑に落ちたらそれを取り込んでいく。じゃあ自分もそれはしないようにしようと。そうすることで話をしてくれた失敗した方の教訓を生かすことができる。なので私は今うつ病と診断されてしばらく経ちますけれども、その中でいろいろ試してみたり、効果があったなかった、いくつかあります。そういう時に私もそういったことで苦しんだ先輩方の話を聞いてみたいですし、私から何か情報提供できることがあれば参考にしていただきたいですし、
まだ一進一退の身で長く付き合わなきゃいけない病だとは自覚してはいるんですけれども、今日こっちから行こうかな。今日比較的人が多いように思います。これでも多い方なんですよ。早く収束してほしいですね。前もお話ししましたけど、もう自国だけで解決する問題ではないことが世界規模で起き始めてますよね。まあ起き始めてるって言ったらちょっと違いますね。もう随分前から始まってはいるんでしょうけど、いよいよ各国が手を取り合って問題解決に向けて世界基準のルールを設けて取り組まなければならない問題が山積しているように思います。地球温暖化だとか